どうも山上です。さあ宝蔵院へ行こう。もう一人の武蔵の謎を知るために武術界に出るしかない。武術界ってのはあれかい、あのバンバンバトル系だったりするのかな。まあ行こうか、行けばわかるさ。はい、この門の先に宝蔵院があるんですか。もう通ってもよいぞ。はい、奈良に歩いて、まあ行こうか。近いのかな。ああ、いや着いた。早、足早。ここが宝蔵院。ここが宝蔵院か。立派だ。お坊さんが槍を使って戦うの？あ、そう。そうかな。武術界に出るためにも、なんだか試練がありそうじゃない？何よ、宝蔵院で。うわ、奈良じゃん？はい、はい、はい。すいません。帰るわけじゃない。もっと遠くから引きの絵で宝蔵院をよく見たいな。はい、はい、ごめんなさいって。もう入るしかないのか。そっか。奈良の鹿とかに会いたかったけどね。せっかく奈良に来たならね。あ、なんか長老みたいな人いる。こんにちは。おう、老人。フォーフォーフォー。そう、なんだお前。何も情報をくれないじいさんだ。まあ、中にも。ちょっと話せる人全員には話していこう。簡単に入れるか？何の用だ？桐生一馬之助と申す。武術会に参加したく、武術会に参加いたしたく参ったのだが、いいぞ、爽やかに行け。おう？指定貴殿。どこの道場からの推挙を受けて参ったのだ？推挙？いや、誰の推挙もないのだが。あーん。道場の師範から推薦されてくるようなエリート集会なんだな。ならば用はない。今すぐ立ち去れ！どういうこと？ここは天下の宝蔵院。身分のわからぬ武士が来るところではないわ。さあ、帰った帰った。え、入れないじゃん。おい。じゃあどっかから、やっぱ裏口から。あんた裏口から侵入するの得意じゃん、割と。で、またさっきのじいさんに話すんじゃない？ああ、やっぱな、お前、助けてくれ。何やらお困りのようじゃな。あなたは？昔この寺に出入りしてたもんじゃよ。どうした？門前払いでも食らってしまったのか？ああ、その通りだ。武術会に参加しに来たんだが、推挙がないと参加できないらしい。ああ、吉岡道場の伝七郎さんですとか嘘ついちゃえば？ダメか。そうか、それは困ったことじゃ。なんとか武術界に出られないものだろうか。どうしてもと言うなら、できないこともないんじゃが、教えてくれ。ん？まあな、わしの、あーい！なるほど、このじいさんは、ただものじゃない。わしの推挙があれば問題ないじゃろ。そうか、じゃあぜひ頼みたいのだが。ま、しかしただでってわけにはいかん。それなりのことをしてもらわんことには。金か？あ、違うわい。わしは金なんぞいらん。すいません。それよりも、お主の腕前を試したいんじゃが。そうか、キリちゃんがどれだけ強いかってこと？こんなコンボ担いでんだぞ。相当強いぞ。腕前？俺が強いかどうか試すってことか。そうじゃ。実はお主に、武術界で倒してもらいたい男がいるんじゃよ。じゃあ俺がその男を倒せるとあんたが判断したら推挙してもらえるんだな。ライバルがいるの？物分かりがいい男のようじゃな。よく言われます。その通りじゃ。ではついてまいれ。はん？キリュウちゃんってお年寄りに人気じゃない？人たらしというか年上キラ多い。ここは？ここは？ははは、わしの家じゃ。お主はここで待っておれ。はい。宝蔵院から近いとこ住んでんのかな。なんだか不穏ね。不穏どころじゃない、危険です。じいさん。ではお主の腕前を試すとしよう。あんたが。あんた一体。目がバキバキだ。じじ、宝蔵院仙台院主、宝蔵院院営。院営？何？あなたが。宝蔵院流槍術の間合い、
お主にしのげるか。オーガクイラ、試させてもらうぞ。行くしかないよね。うわ、仙台飲酒。ああ、じゃあ今は引退なされたのでは、じいさん。いいんや、はい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 、行きましょうか。うわ、槍か。キルちゃんも槍いつか使えないね。あれかっこいいな、かっこいい。あ、近い近い近いよ。バカ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 。これあいつリーチなげーな、ズリーな。なんかなんかないかな、こういうこういうなんか。いや、いって、ちょっと待って、いけんな、これはレンダリング。おら、いった。ちょっと待ってよ、じいさんじいさん、よいしょ。当たっちゃえばこっちのもんだ、当たっちゃえばこっちのもんなんじゃないか。当たらないよね、そんなね、簡単にね。オッケー。なんか、あー、俺も、あー、なんかこれ二刀流とかの方がいいかな。いや、一刀流の方がいいのかな、ガードができるのかな。うおら、いって。だからやめろよ、隙ついてくんのやめろよ。あいうち、ちょっと逃げさせて、一回距離、一回距離ちょうだい。じいさんじいさん、頼むわ頼むわ、マジ頼むわ。ついてこないで、ついてこないでって言ってんじゃん。やめてよやめてよ、じいさん。お前は静かに隠居してろ、俺が倒してやるから。お前のライバルとやろう、ライバルなのかな、なんかわかんないけど、誰を倒せばいいんだろう。言ってくれりゃ絶対倒す、確実に僕は仕事を遂行する、遂行するよ。いけいけ、オーナーだ。くっそ、せっかく食べたのに、この野郎。いや、いけんないけんな、じいさん、俺は強いんだよ、俺は強い。ガード、アイガード、ガードができないのやり強い。オッケー、ラストラストポン、ラストポンだ、ラストポン。オラオラ、オッケー。どうよ、これが現役の力だ、じいさん。はあ、なかなかの腕前じゃの、お主。じいさんこそ。あんたもな。急に。当たり前じゃ。わしを誰だと思ってるんじゃ。お前なんぞに言われとうはない。桐生一馬之助。え？どうして俺の名を？それは門の前で名乗ってたからじゃない？さすがに。さっき宝蔵院の門前で名乗っているのを聞いておっただけじゃ。あ、だよね。で、俺は推挙してもらえるのか。どうなんだい。ああ、そうじゃな。推挙しよう。あざす。お主しか陰春を倒せる奴はおらんじゃろうからな。陰春？陰春？陰春って宝蔵院の東大の名前じゃないか。うん、何黙っちゃって。何か訳がありそうだな、聞かせてもらおうか。現当主を倒してほしいのか。実はわしが倒してもらいたいのは陰春のことなんじゃ。それはなんとなく察した、話の流れで。どうして自分の弟子を俺に。そうか、親子ってわけじゃないか、さすがにな。このままじゃと陰春が宝蔵院を暴走させてしまうからじゃよ。暴走？そうじゃ、今や宝蔵院は本来の信仰という目的を見失い、武術を競い合うことだけの集団になりつつある。わしはそれを止めたいんじゃ。ただのチンピラ集団に。ほう。でも創術はあんたが伝え広めていったことなんだろう。そうじゃ、だがそれは創術という道の先にあるものを探求するためのもんであって、闇雲に人を傷つけるためのものじゃない。槍の先に何があるっていうんだろうな。創術の先にあるもの、気になるね。そうじゃ、人は強さに憧れる。うん、悪から身を守るために強さを身につけようとする。うん、だがそれを正しく使うことができる人間は一握りのもんじゃ。できた人間が桐生ちゃんということか。で、できなかった人間が錦山君だね、きっとね。わしは宝蔵院に創術を伝え、力を正しく使える人間を増やしたい。なるほど。そう思い宝蔵院流創術を作ったのじゃ。力を得てしてその使い方が分かるってことか。おう、じいさん、じゃあ俺にも槍の使い方教えてくれ。じゃああんたは俺に弟子の陰春を倒させ、そのことを身をもって分からせようと。そうじゃ、今の陰春には口で諭しても効き目はない。
体で教えるしかないのじゃ。あなたが倒すわけにはいかないのか。じゃあなんであんたは陰春に後を譲ったんだ。信じていたんじゃよ。なんかもう杖みたいなの持ってるし、本当仙人みたいですね。何をだ。陰春は古今東西稀に見る才能の持ち主じゃった。いつかフォースの力を信じろとか言ってきそう。もしかしたら陰春であれば宝蔵院流創術をより極められるかもしれない。わしの届かなかった高みまで登れるかもしれない。そう思ったんじゃ。才能はある。だが陰春は強さのみを求めたと。その通りじゃ。だからわしは奴を止める責任がある。これ以上宝蔵院という寺院が無駄な命の削り合いをしないようにする責任がな。お寺で命の削り合いなんてね、なんか本末転倒な感じがするもんね。だが今のわしは陰春を止められん。だからお主に頼みたいんじゃ。俺は武術会に参加できればいい。あんたの期待に添えるかどうかは分からんが、誰にも負けるつもりはない。それでいいか。結構じゃ。今この世で陰春に勝てるのはあの石州祭かお主くらいしかおらん。誰だ石州祭。誰だ柳生石州祭か。知ってんだ。あんな大剣豪と並び称されるとは驚きだな。桐生ちゃんも知ってるぐらいすげえ人か。失礼つかまつったわ。わしは石州祭をよく知っておる。かつては共に剣術を学んだ仲じゃ。え？もう何十年も前のことだがな、お主は石州祭の若き頃によく似ておる。だからお主に託そうと思ったんじゃ。石州祭さんはいくつなんだ今。じいさんぐらい。そうか。そりゃ光栄だな。ヒュー、じゃあ推挙状を書くとしよう。わしからの推挙状を持っていけば武術会に参加できるはずじゃ。はい、ありがとうございます。ああ頼む。喧嘩すると一気に仲良くなるんだね男ってね。よし無事入れそうだ。宝蔵院の裏にもなんだか問題があるみたいですね。陰春を倒しましょう。陰春を。うん、じゃあ行ってくる。うん、くれぐれも気をつけるのじゃぞ。ちっちゃくて可愛いなじいさん。ありがとね。また会えるかな。よし、じゃあ水鏡状みたいなの持ってるし、次は入れてくれるだろう。宝蔵院陰影の推挙を受けてきた。武術会に参加させてもらうぞ。なんだと。陰影様の推挙だと。出任せを言うな。じゃあ本人に聞いてみろ。門の前にずっといるだろあのじいさん。証拠を見せてみろ。これだ。でーん。なんと。これで文句はないな。はい。大変失礼いたしました。どうぞ。はい、ありがとうございます。いろんな全国のお侍さんが集まってきてんのかな。聞いていい？うん。武術会参加者とお見受けするが。ああそうだ、武術会は一度始まったら途中で棄権することはできない。どういう、なんかリーグ戦なのかな。一対一で。どういう決勝戦。それっぽいな。決勝戦まで続けて戦うことになるから、今のうちしっかりと準備しておいた方がいいぞ。だから僕は武術界が何かわからないんだって。なるほどじゃねえ桐生。ああでもバンバンバトルっぽいな。あいつは参加者か。ちょっと怖いからやめとこう。うん、親切な。そう、ありがとね。そうはみんな親切であれって思うけどね。武術界に参加するのは初めてかな。ああ、武術界には様々な規則がある。例えば試合の途中で武器を変更することは固く禁じられている。じゃあ一刀で行ったらもう一刀で行けってこと。そういうこと。なるほど、ありがとう。私の疑問が届いたのかな。解説してくれて。そうか、一刀から二刀って変えるのもダメなんだね。覚えておかないと。ありがとう。なんでこいつはなんだ、天狗さんみたいな格好。
え、うん、あ、うわ、待たれよ若者よ。怖っ。なめがねかけてるわ。なんか用か。ひょっとしてお前、宝蔵院陰春を。ほう、陰春を倒しに行こうとしとるんじゃないか。なぜそのことを。ふん。え、わしは幾多の修羅場を乗り越えてきた男だ。その程度のことは顔を見ればわかるわい。なんでわかるんだ。わかりすぎだぜ。で、お前はどのような覚悟で陰春戦に臨もうとしてるんだ。陰春がきっと決勝にいるんだな。何回戦あるんだ。陰春は強えのか。別にどうということはない。今の俺の力を出すだけだ。かっこいい。何、甘い。甘すぎる。甘々じゃ。団子よりも甘い。甘い。うるせえ。何を言ってるんだ。あんた一体何者なんだ。おっと失礼。わしは縁のオズマ。え、縁のオズマ。縁のオズマ。縁のオズマ。一応表向きは集権者をやっておる。オズマ表向き。縁のオズマ。ああそうだ。表向きは男気あふれる熱血集権者。そして裏の顔は非奥義剣。非奥義剣の達人なのだよ。は、非奥義剣。奥義。奥義。奥義。うむ。わしの得意とする非奥義剣は強敵との決勝において力を発揮する。なんだおめえ、それ教えろ。強敵がふらついた瞬間や強敵の必殺剣をかわし切った瞬間に叩き込むことで相手に大打撃を与えることができるという戦いの雌雄を決する大技じゃ。教えろってだから。おい、この技さえあればこれからお主が挑もうとしている陰春との戦いもがぜん有利に進められるはずじゃ。本当か。ああ、本当だとも。わしは餅はつくが嘘はつかんぞ、うん、なんちゃってな。がこいつ好きだわ、気が合いそう。で、その非奥義剣ってのはどうすれば覚えられるんだ。うん、スイカ割りだ。ふざけとんのかお前。うん、そうだ、わしがお前に向かってスイカを投げる。それをお前はバシバシと切ればよい。それだけだ。そんなことで本当に非奥義剣が覚えられるのか。うん、安心しろ。非奥義剣で最も重要なのは状況判断能力と集中力だ。へい、私どっちもないかも。わしの編み出したスイカ割り修行はその両方をまんべんなく鍛えられる最良の方法なのだよ。まあ、スイカは無駄にしてますけどね。後で美味しくいただこう。どうだ、騙されたと思ってやってみないか。これを覚えれば陰春なんて多分きっと楽勝だぞ。な、一緒にやろうよ。ねえねえ、お願い。大妻、お前は連絡先教えて。いや、修行しようよ。スイカ割りの修行。ここで新しい技が。教えてもらおう。ふん、そう言うと思ったわい。お前の顔を見れば一発でわかる。ジロジロ見んじゃねえよ。では早速始めるとするか。ビシビシ行くからな。覚悟しろよ。心地よい汗を共に流そう、若者よ。ちょいちょいうぜえけど、そういうとこが好き、オズマ。え、武術会の時間は大丈夫なのかな。修行して。まあいいでしょう。なんだ、さっさと来やがれ。ほう、どういう。わあ、スイカだ。わしの玉が切れるか。うるせえな、早く来いよ。切る。ん、気絶時間短縮。カメラ移動。あ、ボタンは一個にタイミングに合わせてみたいな。バッティングってことかな。やればわかるか。はい。投げてくるスイカを切ることで心身を鍛える修行。左スティックで視点を動かしながら。ああ、正面左右上空から襲ってくるスイカをタイミングよく。ん、できるかな。なんだこれ。スイカを切ることに成功すると得点が加算されると同時に左のゲージが溜まっていく。まあ合格ラインのゲージまで上げろってことね。うん、集権者はスイカ以外に鉄球やとっくり、くす玉を投げてくることがあります。迷惑なやつだな、ふざけてんのか。鉄球は完璧なタイミングでない限り切ることができません。くす玉は切ることに失敗するとゲージが大きく減少します。とっくりは切れないと気流にぶつかり一定時間操作が効かなくなってしまいます。これが気絶。上級ではとっくり同様に鉄球も気流めがけて飛んでくる。あー、なるほど。いや、鉄球などに注意しつつ神経を集中させ修行を成功させましょう。一回やらせて。どういうことだ。いや、こういうことね。え、どういうことなんだろう。あ、すげえ振りかぶってる。あー、待って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 、そういうことね。
これは別に視点とか、あーいいいい感じいい感じ今みたいな感じ、オッケーオッケー、こういう感じなら、あー量か、これはどれ、もう早いのかな遅いのかな、キルちゃん今、おんまあいい、あいいね、そういうことね、もうちょっと遅くていいんだ、今オッケー、分かってきたぞ、おいおい、なんでいけんな、これ視点変えない方が私いけるかも、おいこういうのね意外と好き、意外と好き、おい、あーちょっと待って下がった、これやばい、あやばい間違えた、オッケーオッケーオッケー、なんか切れた、合格ギリ、ヒュー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 、うん、まあいいじゃないですか、ちょこの修行すげえ好き楽しいな、ほう、まあタイミング合わせればいいだけだから、そこに座れ、はいすいません、うん、何キルちゃん、今のお前になら見えるはず、あんま関わっちゃいけない人だったかも、こいつ典型を得た、これも典型なんだ、ちょっと奥義剣枯葉未人、どういう技や、やりきて、はあ、うわ、やり折っちゃってるよあんた、たまんね、かっこいい、出して、陰春に出したい、陰春に、いつどうやったら出せる、僕は、枯葉美人なのかな、うん、勝利を決定づけるほどの威力を持っ、じゃあなんかとどめの一撃って感じ、うん、大技だ、どうやって出すんだ、見事だ、見かけ通りなかなかの根性じゃわい、これならきっと飲酒に一泡吹かせることができるはずだ、これが非容技研か、使えそうな技だな、恩に着る、この後はスイカパーティーか、スイカパーティーは何時からだ、うん、うん、礼には及ばん、だが今教えたのはあくまでも飲酒専用の、は、飲酒にしか出せない、戦う相手やこちらが使う武器が異なれば当然非奥義剣の形も変わってくる、他の形を得得するためにはさらなる修行が必要じゃ、わしは普段は川街道による、あそうなんですか、近くて助かる、もしさらに非奥義剣を極めたいと思うなら、この人からも、うわマジ剣山修行が多いね、忘れないうちに行きますよオズマ、わしがまた熱血指導を施して死んぜよ、オッケー、わかった、また共に心地よい汗を流そうぞ、ではさらばだ、いいね、じゃあ今日はもう修行は受け入れないんだな、あ強くしてくれてありがとう、ちょっと待ってさっきの技はいつか出せんのか私の使うタイミングとかあんのかな、まあきっと陰春とは一刀で戦えばいいんだな、縁のおずま、陰春のとどめはこれでさせそう、まあいいか、オッケー、さあゾクゾクしてきたぜ、あ鍵だ、拾おう、飲春と戦おうか、今の僕ならぬだ、ぬぬぬって可愛いよね、はい、ん諦めた男、ひょっとしてあんたも武術界に出るつもりなのか、ああそうだ、それがどうかしたのか、やめておきな、正直に言って飲春の強さは化け物だ、生半可な腕前では惨めな結果になるだけだ、さあそいつはどうかな、ヒューかっこいい、はあ、ずいぶん腕に自信があるようだな、だが今回はあの、ん宮本武蔵も参加すると聞く、あんたが優勝する見込みは万に一つもないだろうよ、本当に来んのか宮本武蔵、っていうかお尋ね者を参加させちゃダメだろうな、間違いないよな、宮本武蔵が参加するってのはよ、光ってるじゃん、あ、亀じゃん、あ、これ以上飼えないんだ、ごめんな、寂しい、宝蔵院の亀さんも飼いたかったけど、で、お前は、お前も諦めたのか、宝蔵院がこのように宗術で盛んな寺院になったのは仙台院主の院営によるところが大きいらしい、へえ、しかしなんで坊さんが武術なんかを、似合わないよな、まあ、似合うかやり、
何でも力の使い道を知らない荒くれ者たちを陰影が悟して宝蔵院に僧として入門させたとか、武術を精神修養の一環として用いたのだな。まあ理にはかなってるか。有り余った力を構成施設になってたわけか。なるほどな。武術会を開催しているのもその教えの一環というわけか。えめ、陰影の教えのもと男たちが一心不乱に修行して今日の宝蔵院僧術の地盤を築いたらしい。しかし若い層の中には単に強さを追い求めて入門したというものも少なくないと聞く。嘆かわしいことですね。なるほど、教えてくれてありがとうな。じゃあセーブして、行きまっか。回復した方がいいのかな。はい、セーブ完了な。セーブ完了で、ここが受付かな。行こうか。おい、頼もう。大会へ参加される方です。名をお聞かせ願えますか。桐生一馬之助と申す。うん、では流派は何と。いや、俺は無流派の剣士だ。ほう、それは珍しい。何か問題でもあるのか。喧嘩うんのやめな。我が宝蔵院の武術界で勝ち名乗りを上げることができれば、その有名は国中に響き渡るというもの。仮にどこかの流派の看板を背負っておらずとも、自分の名に箔をつけるため、自分の名に箔をつけるために、ありもしない流派の名を持ち出そうとする武芸者も多いのですよ。はあ、あくまで個人の箔のために。なるほど、そういうことが。ま、そういう輩は大抵門番が通さないので、武術界に参加できないものなんですが。あなたは相応の腕前をお持ちのようですね。何か特別な技でもお持ちなのですか。いや、別にそういうわけでは。謙遜すんなよ。すげえことするじゃん、あんた。なるほど、ここで注意が来るんだ。どうやら必要以上に目立たない方が良さそうだな。二刀を使えば俺が武蔵だとバレるかもしれない。変わった武器を使うのもやめておくか。ここは基本に従って一刀だけで戦うことにしよう。了解した。さて、武術会は8人の参加者。なるほど、8人のリーグ戦だね。はいはいはい。1回戦の勝者4人が準決勝へ勝ち上がり、さらに勝ち残った2人が決勝戦を戦います。全試合が終了するまでに途中退場はできません。その代わり各試合の間には僧たちが軽い手当を施しますので、安心して戦ってください。ありがとう。今回は特別に体力を万全にした状態で参加していただきます。うん、してた。ありがとな。さあ、間もなく大会が始まります。準備はよろしいですか。おー、なんか大会と聞くとワクワクしちゃうね。行こうぜ、キリュウ。行ってこいよ。一刀流で行ってこいよ。準備はできている。それではこちらへどうぞ。宮本武蔵の名前はあるのか。おー、闘技場みたいでいいね。観客もすごいね。すごい演出だね。お寺の中に。いや、シシドちゃんも呼べばよかった。絶対好きじゃん、こういうの。東方、桐生一馬之助。うい。西方、京水流送電車、立花紅丸。紅丸、チャラつきやがって。ではこれより第一試合を開始する。両者前へ。何こいつ。あ、かっこいい。でもいや、ベニマルちょっとセンスがねえよ。なんだ、ベニマルと。まずは、はい、立花ベニマル。強水流、まあわかんないけど、やあんま、そうだな、あんまりあれだろうな。え、普通にやっちゃっていいのかな。極みとか出しちゃっていいのかな。出しちゃうか。はい。どれぐらい強いんだお前は。おい、チャラついてんじゃねえか。バカ、誰がお前は。前髪を切れ。まずは前髪を切ってからお兄さんと遊ぶ。あ、結構身長でかいんだね。もっと可愛い格好してるかと思ったらいけんな。よし、そうだね。あんまり体力を削らない方がいいんだもんな。うん、回復ができないと言うならごめんな、ベニマル。なかなか可愛い顔してたけどな。勝者、うしうし、桐生一馬之助。よしよし、こんな感じね。あ、ベニマルからの振り幅。西方、涅槃無尽流筆頭支配。
大和法権前。権前っぽい。ではこれより武術界準決勝を開始する。全然名前負けしてねえ。権前前へ。すげえ、キリュウちゃんがちっちゃく見えるもん。赤ちゃんみたい、キリュウちゃん。ごめん、ふざけてね。正々堂々と真剣にやってんだもん。ほう、始め。行こう。やり相手だね。やり相手も普通のヒートアクションはできるのかな。もうその感じが多いね。行こう。え、行ってみる。ダメだな。弾かれちゃうね。いや、よいしょ。これはなんだ、危ねえ。おめえ危ねえ。やめろ。うお、いける。当たっちゃえばこっちのもんだ。よしよし。ガードしないで、俺はガードするけどね。よし、オッケー。あんたヒート決めてた方がいいから。強いもんな。はい。いいぞ。決めていこうぜ。ゆりえちゃん最高だぜ。俺たちの息がぴったりだぜ。ゴンゼン、これ、強いの。どうなんだい。よいしょ、いいぞ。いや、ヒーちゃん、ちょっと今日はサクサクだぜ。かっこいいとこばっか見せちゃうかも。ごめんね。いや、ヒート溜めとった。溜めとこうかって思ってるけど、あんまり体力はやめて。どうした、調子乗ったらすぐこうじゃん。よいしょ。うおら、ちょっと相撲神、ゴンゼにちょっと相撲神。オッケー。8人リーグだから4人に勝てばいいのか。私は今勝者、キリュウ・カズマノスケ。ウェイ。見てますか、インエさん。これより宝蔵院武術会決勝戦を開始する。決勝戦が、インシュン投手は来ないか。インシュン、あ、やだ。若いすごい、エンターテインメント、エンターテイナー。宝蔵院二代目インシュン、キレンの名は桐生一馬之助だ。え、桐生宮本武蔵じゃないのか。知らんす。違う、俺は桐生一馬之助だ。なんだ、じゃやめた。ヒロシ神谷。あのインシュン様だって、宮本武蔵が来るって言うから楽しみにしてたのに。おちゃらついてんの。宮本武蔵じゃないんならやっても仕方ないよ、神谷。ですが2代目桐生さんって言ったね。そういうわけだから悪いけど帰ってもらえる。俺じゃ相手として不足ってことか。そう、そういうこと。この若造が。分かってるね、桐生さんは。まあ悪く思わないでね。それじゃ。爽やか。よほどの世間知らずみたいだな。ほんまですね。奈良のクソガキは世の中にはお前なんかより強いやつがゴロゴロいるんだよ。言ってやって、高谷、言ってやって。じゃあ桐生さんがその強いやつなのかい。ああ、ひょっとしたら宮本武蔵より強いかもしれんぜ。くぅ、ヒリヒリする。おぉ、何やってんの。どうやら口だけじゃないみたいだね。どうだ、少しはやる気になったか、坊や。坊やだって。こいつは楽しめそうだ。おい、はい。では両者前へ。決勝戦始め。なるほど、インシュン。急になんか急にジャンプ作品になってない。なんかアニメ感が強えぞ。いや、
渋神谷さんか、ぴったりだな。ちょっといい声が、おい行こうぜ、飲酒。あ、クソガキが、奈良のクソガキがやってやるから。お兄さんがやってるから、うわ、やっぱ強いね、強いよね。あ、分かってる、分かってる、分かってる、キッチャー、大丈夫、大丈夫。落ち着いて、落ち着いていきや、分かってるって、やべえな。ちょっと待って、ガードをしっかりしていこう。負けるわけにはいかないぞ。いや、ちょっと待ってって、だから待ってって。ガードができなくなるのかな。ほら、当てていくぞ、ほら、ハゲ坊主、ごら。よいしょ、よいしょ、ガードして、ガードして。ガードしていこう。もうヒート決めてくからな。言うて、うわ、やめろ、やめろ、この野郎、やめろって。近づいてくんなって言ってんだろ。いやん、ちょっと、ほら、当ててっちゃうからな。本気でやっちゃえば、大人の本気を舐めるんじゃない、舐めるんじゃない、舐めるんじゃないよ、つってんだろ。行って、ヒートがどんどん削られるじゃん。待って。ちょっと待ってって言ってんだろ。大人が待ってって言ったら子供は待たんかい、これ。よいしょよいしょよいしょ、あい、一回逃げようね、一回逃げようね。よしよしよし、いいぞ。あれ、チャラついて、こんなやつに二代目任せる方がおかしくないか。いいえさんよ。いや、じゃあまた出しちゃった、同じの出しちゃった。うわ、クソ、やっちゃった。違うの出したかったけど、まあいいよ。ほら、ひれ伏せ、ごら。大人の本気を舐めるんじゃない、舐めるんじゃない、やべえ。よいしょ、あい、じゃあそろそろ来んのか。あれ、正気なのかな。あのスイカ割りで覚えた技は、もういいよ、もう、あい、あぶね。そういうのしてくるならしてくるタイプって言ってくんねえと。がっかりさせないでくれよ。がっかりさせないでくれよ、こっちのセリフだ、バカタレが、お前。あい、かっこいい。あい、あぶな、長い。あー、正気ね、正気、オッケー。おいしょ、正気なんだ。行きましたよ。なるほど、スイカ割りで正気を覚えたんだな。どうだ、お前はまだまだ弱い。あー、座布団投げられて。勝者、桐生一馬之助。剣山にも勝機あるんだね。お前は強かった。いや、インエンさん見る目ねえって。絶対二代目こいつじゃないよ。助けてくれ。約束は守ったぞ。あれで良かったのか。なんであいつを二代目にしたんだ。最後の夜泣き。いや、可愛いな、インシュン。あの子まだまだ若いのかな。生意気な男の子って可愛いわね。雨降ってるし中入れてもらえません。うん、ああ、まあ、インシュンのやつもこれで世の中の広さが分かったというもんじゃ。ダメだ、インシュンって名前聞くだけで笑っちゃうぞ。いや、可愛いな、インシュン。マジで。おバカだけど嫌なやつじゃないんだろうな。自分の強さを過信して。キリュウちゃんの前に崩れ落ちる。いや、悔し泣きができるってのはいい男だよ、インシュン。しかし、まあ、まさか泣くとは思わんかったわ。インシュがあんなね、号泣する姿見せちゃダメでしょ。よほど悔しかったんだろう。まあ、気持ちは分からんでもない。男泣きだね。ほぞいの恥さらし。しかし、これがきっかけで宝蔵院が本来の姿に戻れば、それに越したことはない。いや、戻んのかな。さらにやけを起こしちゃいそうな気がするけど。インシュン君、インシュン君も出てこないのかな。あとはあんたの教え次第だな。弟子にコンコンと説教してやれ。うん、うん、そうじゃな。
お主には世話になった。飲春と飲み行きたい。いや、俺も楽しかったぜ。ただ本来の目的は果たせなかったかな。目的ってなんだっけ。宮本武蔵じゃん、来てなくない。本来の目的、実は俺も飲春と同じで宮本武蔵を探しに来たんだ。でも奴は現れなかった。嘘の情報が錯綜してるね。何か知っている。まあ武蔵が現れるっていうのも単なる噂だったんだろう。手ぶらのまま今日に帰るしかないようだ。せっかく来たのにな。まあ楽しかったけどね。そうか、やはりお主はあの噂を聞いて。ああ、あれは嘘じゃ。え、わしともう一人の男が流した噂じゃからな。貴様、貴様。え、どういうことなんだ。噂？知りたいか。知りたいっていうか教えろ、ジジイ。どういう？ああ、もちろん。わざと噂を。ならば、ちょっとついてまいれ。お主が今日に帰る前に会わせておきたい人物がおる。はい。その噂を流したもう一人ってやつか。飲春君に会いたい。マジ飲春君に会いたいよ。飲春。いや、いいっすね。